皆さんこんにちは、てつりです。まず最初に話したいことが2つほどありまして、1つ目がですね、僕の友達の HK 交通チャンネルさんという方がですね、残念ながら YouTube チャンネル消えてしまったそうでございます。機会があればですね、 Twitter とか Instagram とかやってるんで、フォローしてあげてください。一応リンク貼っておきます。またサブチャンネルでね、動画を1本だけ上げるかもしれないっていう風につぶやいてるんで、じゃあ気長に待っといてあげてくださいというわけで、一応リンク貼っておきます。それが1点と、もう1点ですね、僕に関しての話ですが、最近ツイッターのイーロン・マスクさんがですね、いろいろはちゃめちゃやってるらしいんですけども、僕もねツイッターあんまり最近やってなかったんで、フォローがすごい少なくて、フォロー中もすごい少ないんですけども、ツイッターもこれから動かしてはいきますけども、新しく Facebook や Instagram やってますね。メタさんからですね、新しいアプリが出たそうなんで、そちら登録してですね、一応そっちの方もね、メインでやっていこうかなというふうに思ってますので、皆さんぜひ、そっちの方やっていたら、フォローでもしてくれたらなと思います。一応リンク貼っておきます。ということで皆さんこんにちは。今回は JR の武蔵小杉駅にやってきました。武蔵小杉といえば、神奈川県の川崎市にあるということなんですが、早速電車に乗っていきます。なんか色あせてるように見えたから、改札内に入っていきますが、この JR の武蔵小杉駅、結構な南海駅でありまして、一回総武線の電車に乗るのに、いちいち他のですね路線を経由していかないといけない。とりあえず行きましょう。さて、総武快速線、横須賀線のホームへやってきましたが、おお、いきなり来てくれた E235 系の千番台という車両です。この横須賀線の快速電車には、他に E217 系という車両も走っているんですが、今回動画で取り上げたかったのは、この新しい新型の E235 系千番台のグリーン車についてお話ししたいなということで、今回の動画作ったわけでございますが、早速来てくれましたね。ちなみに改札入って1本目がこれでしたよ。運が良かったとしか言いようがありません。そして僕の前で喋ってくれてるのは HK さんです。乗っただけで新車の匂いが漂っているんですが、次は西大井に停まるそうです。この電車は逗子の方からやってきておりまして、横須賀線の逗子、鎌倉、北鎌倉、大船、戸塚、東戸塚、保土ヶ谷、横浜、そして新川崎、武蔵小杉と泊まってまいりました。この武蔵小杉からは僕たち東京方面まで乗っていきます。また東京から先はこの電車、総武線かなに乗り入れているそうなんですが、ずっと使われるわけです。そしてちょうど乗ったこのグリーン車の端のですね、1階建ての部分なんですが、すごい空いていまして、誰も乗っておりませんでした。ここで多摩川という川を渡りまして、川崎市から今度東京都へ入ります。この日はちょうど台風かなんかが来てたか、そういう日で結構川が増水しておりまして、川の量も多かったですね。そしてこの横須賀線でも少し遅れが生じていたみたいで、結構この電車遅れていたので、スピードを出すところはスピードを出してという感じで、メリハリがついていた列車かなというふうに思っております。今回このように路線の解説は全くできないので、少しずつこのグリーン車の車内というのをご案内していきたいと思います。今まではこの総武線、横須賀線に快速電車なんですけども、 E217 系という電車が走っておりました。この E217 系はこの E235 系よりはよっぽど古くありまして、グリーン車ももちろんついているんですが、なかなか古い設備となっております。そして今回登場した E235 系の千番台、今乗っている車両なんですが、そちらのグリーン車はとても快適ということで、早速動画にしようかなというふうに思いました。他にもですね、同じようなグリーン車が東海道線の方にも走っておりまして、そこは上野東京ライン、また湘南新宿ラインなんていうのもありますよね。東海道線のグリーン車に乗った動画は、またいつか東京から横浜までグリーン車に乗った動画をいつか出していたと思うので、そちらの方も皆さん機会があれば見ていただけると嬉しいでございます。武蔵小杉から乗りまして、西大井、そして品川、新橋、東京と泊まっていきます。この電車は正確には普通電車なんですよね。横須賀線の中では普通電車、途中から総武線に入りまして、総武快速線というような名前になっていきます。それまではこの電車が普通電車というふうに呼ばれていまして、他に湘南新宿ラインも走っております。こうやって見てみると、スイカで入ることができるんですよね。スイカグリーン券で今回も入っていました。そしてなんといってもこの素晴らしいのは、コンセントがある点です。 E217 系の
グリーン車にはコンセントがついていないようですが、こちらにはコンセントがついておりまして、しっかり僕も利用させていただいております。そしてグリーン車の座席も結構快適なんですね。充電もかなり早めでしたよ。ちなみにこの後 Wi-Fi の速度を測定したんですが、まあまあそこそこのスピードという感じでした。台風2号接近の影響で少し遅れている、列車が遅れているというふうになっておりました。一部運休とかもあるらしいです。まもなく西尾駅に到着します。乗り換えとしては湘南新宿ラインのみ。西尾を出ると品川方面に行く電車と、湘南新宿ラインのように新宿や渋谷方面に行く電車と、ここで分かれることになります。正確には大崎で分かれているんですが、まあ、この電車はこの西尾駅から品川方面へと線路が別の方に切り替わるわけです。せっかくですので Wi-Fi にログインしてみましょう。 JR イーストのフリー Wi-Fi を使ってみます。こちらは Android の携帯ですが、 iPhone でもおそらく同じような速度が出ると思います。 JR イーストのフリー Wi-Fi というのを僕は実は初めて使うんですが、このようにいろいろ書いてありまして、まあ何でログインしようかな、とりあえずメールアドレスでログイン可能なので、メールアドレスでログインしています。ちょうど列車は西尾駅を出まして、インターネット速度を測ってみようと思います。現在この携帯電話は JR イーストのフリー Wi-Fi につないでおります。他の列車のフリー Wi-Fi なんかとそこそこ比べてきましたが、割と早いんじゃないかなというふうに思っております。やっぱり家に比べたら遅いのは確実ですが、他の列車のフリー Wi-Fi と比べても、この E235 系最新鋭の車両に積んでおります Wi-Fi はやっぱり快適なものなんでしょうか。インターネットは、お使いのインターネットは高速ですという結果が出ました。アップロード、ダウンロードともにそこそこのスピードが出ております。東京は 5G がつながる場所ですから、5G がつながると、この Wi-Fi とか使うよりよっぽど早いんですが、通信料節約にも一役買っておりますよね。そして列車は、品川方面に列車走っていきまして、さっきの右側の分岐の方をずっと進むと、大崎、新宿方面に行くわけです。この列車はそのまま新幹線の下の方を通りまして、西尾駅から品川方面へと列車は走っていきます。成田エクスプレスとちょうど向かい合わせに通過していきましたが、今下に見えているこちらの線路群です。この線路群をずっと画面の手前側に走っていきますと、大崎新宿方面へ行きます。そして列車は伏線、先ほど少し前が見えましたが、カーブを曲がりまして、ちょうど前に見えているこの高架、この高架が東海道新幹線が走っている線路になります。東京の電車は非常に複雑で、この今の見えた川のあたりをずっと反対方面見ると東京タワーがそろそろ見えるはずなんですが、残念ながら右側に座ってしまったため東京タワーを拝むことはできませんでした。またまた成田エクスプレスとこのようにお顔合わせをしましたが、ちょうど品川に到着するとこです。先ほどの成田エクスプレスが2本来ていたというのはいろいろ事情があるんですが、途中の品川か東京か忘れましたが、確か分割するんですよね。それがちょうど発車していたところだから2本同時に見れたという、そういった感じでございます。まもなく品川駅に到着します。品川は鉄道発祥の地としても知られています。新橋が一番最初に開業したと言われていますが、その前に仮開業したのはこの品川だそうです。品川は東海道新幹線のぞみ号の停車駅でもあります。だいたい7分か6分ぐらいで着くんですが、非常に見やすい LCD、LED のモニターで、右側の扉が開きますと、そしてちょうど品川駅に到着しました。この品川駅はこの横須賀線、総武快速線に直通する電車、この電車は地上のホームに到着します。この後わかるんですが、東京方面に行くにつれ地下に入っていくことになります。ちょうど品川駅に到着したところです。列車は普通電車の千葉駅というふうに表示されております。だいたい5分か10分遅れてるとかっていう話をね、降りた時に聞きましたけども、総武本線運転再開の情報が出ております。強風かなんかあったのかな。ちょうど品川駅を出発しました。品川駅ちょうど向かい側にはこの E235 系とは反対、 E217 系と呼ばれる少し一世代前のグリーン車を積んでおりますが、一世代前の電車が走っております。この電車に比べれば今乗っている E235 系電車非常に新しく、そして綺麗になっております。首都圏の中の車両でもかなり新しい部類に入りますよ。山手線の車両よりも新しいです。品川を出ると次は新橋駅に到着します。そして間もなく列車はトンネルに入ります。ちょうど時刻は12時の3分、先ほど 30% だったものが 47% まで回復しております。やっぱり素晴らしいですよね。列車は地下区間へ入りまして、間もなく新橋駅に到着です。
この日本当に運が悪かったですね。当時は東海道新幹線に乗ろうと意気込んできたんですけども、残念ながら東海道新幹線に乗ることができず、東海道新幹線この日はちょうど運転見合わせを行っておりました。新橋を出たら間もなく東京に到着いたします。東京都千代田区、東京のど真ん中、東京駅でございます。東京駅は地下ホームの総武線ホームに到着します。東京には京葉線のホーム、総武線のホーム、そして普通のホームなどがありますが、中央線でしたら1番線、2番線、3番線、4番線とありまして、また別に京葉線、総武線でそれぞれ1番線、2番線、3番線、4番線とあるわけです。総武線は京葉線ほどではないですが、東京駅から少し歩かなければいけません。戸塚横浜間で土砂が流入したかなんかで運転見合わせてたそうですよ。知りませんでした。まもなく東京に到着です。東京駅は乗り換え路線が非常に多いです。東海道新幹線、東北新幹線、上越、山形、秋田、北陸新幹線、総武線の快速電車、宇都宮線、常磐線、高崎線、京浜東北線や山手線など非常に多くの乗り換え路線があります。僕はこの武蔵小杉駅からちょうど東京駅まで乗ってきたというわけです。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。 E235系千番台の横須賀線の新しいグリーン車に乗ってみたというだけの動画でした。すいませんね、ちょっと短い動画ですが、このグリーン車非常に面白いんですが、コンセントがあったりとか結構非常に大きな点があります。そしてなんといっても新車なのでいい匂いがして快適です。おすすめはグリーン車の平屋建ての部分です。2階建ての部分では上の部分と下の部分、そして平屋建ての部分があるわけですが、車両端の平屋建ての部分は非常にですね、空間が広く感じられまして、そしてお客さんも少なく、さらにはですね、荷物の網棚があるという点も非常に大きなポイントです。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。今回は E235系千番台新しいグリーン車のご案内でした。といってもデビューしてからは結構1年近く経っているのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さよなら。